クレーン移動式、クレーン、クローラークレーン最大吊り上げ能力55トンの、クローラークレーンこの機種はアウトリガーがなく、無限起動式離帯を持ったクレーンである。クローラークレーンとは、離帯と原動機を備えていて、不特定の場所へ、自力移動して作業できる移動式クレーンである。設置面積が広く、設置圧が小さいため、地盤が柔らかく支持力の低い場所や舗装されていない。 ロ盤ン上の作業に適している。その反面、走行速度が遅く、小型でもナンバー取得ができないため、行動は自走できない。現場間の移動は、アーム部分を解体して、トラックやトレーラー等に積載して運搬する必要がある。小型計格荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンを運転するものは、移動式クレーン運転士免許、または、 小型移動式クレーン運転技能講習修了証を取得し所持しているものに限られる。小型のものはミニクローラークレーンとも呼ばれ、定格荷重が5トン未満のものを指す。定格荷重が3トン未満で折りたたみ式アウトリガーを備えるものでは、4本のアウトリガーで車体を支える姿がカニ、またはクモに似ていることから、カニクレーンやクモクレーンとも呼ばれている。小型では、 油圧伸縮式ブームのものが多い。定格荷重がおよそ2.9トンから4.9トンの機種では、ショベル系の機体を利用した常用型でアウトリガーを装備しない機種が多いが、定格荷重がおよそ2.9トン以下のものでは、運転席を備えず、床上からレバー操作で運転するタイプ、処理、カニクレーンが多い。子賀ユニックや前田製作所などの製造メーカーがある。用途としては、 境外道路の工事、石材や造園工事、建屋内での機械組み立てや PCE タールクイタの建て組み工事に多用されている。大型定格荷重が5トン以上の移動式クレーンを運転するものは移動式クレーン運転士免許を取得し所持しているものに限られる。釣り場荷重5トン以上のものが大型になる。日本国内では釣り場荷重7トンから3000トン程度の機種が 実用されている。釣り場荷重がおよそ35トン程度以下の機種では、ジブを取り外せば、機体を分解せずに、トレーラーに積載して、道路輸送可能であるが、それ以上の機種では、上部旋回体と、下部フレームやクローラブを分解しないと、行動輸送可能なサイズ質量に収まらない。分解して輸送し、現場で組み立てる。組み立てには、別の移動式クレーンが必要になる。 大型では、ほとんどの機種で、ラチスジブが採用されている。ジブが極端に短い仕様以外では、旋回対抗部にカウンターウェイトを取り付けて、荷重反力を受ける必要がある。釣り場荷重がおよそ50トン以下の機種では、上部旋回体の内部にカウンターウェイトが組み込まれていて、分解や調整の必要がない機種もあるが、釣り場荷重が50トンを超える機種ではジブ長さや、 作業半径に応じてカウンターウェイトを追加する仕様が一般的である。釣り場荷重が800トンを超える超大型のものでは独立したカウンターウェイト台車を旋回対抗部に連結してガイロープの一部をカウンターウェイト台車に接続する。台車はクレーンの旋回に合わせて円弧状を走行する。超大型我が国の超大型クローラクレーンの歴史は浅い。 250トン以上の年度別出荷台数は、1989年以前は年間5台程度であるが、1990年から、高等や超高煙突の建設、または解体、橋梁の仮設、建築工事など。建築工事では、屋内野球場や競技場などのドーム建築、流通センターなどの低層台エリア建築に使われ、同時に複数台を使用することも多い。 超大型クローラクレーンには、吊り上げ能力の他に、組み立て、分解性と輸送性に優れていることが要求される。日本では、道路事情により、全幅、全高、全長と、各ユニットの重量が制限されているため、より汎用的な輸送手段で、安い経費で運べるように、ユニットの構成を工夫している。ラチスジブの対角材をなくし、大きな断面の主ブームの中に、 小さな断面のジブを収められる入れ子構造に設計されたものがネスティングブームと呼ばれている。ネスティングブームを使用すれば輸送コストが低減でき保管スペースも半減できる。カフカ防止装置、マキカ防止装置など他の移動式クレーンと同様な安全装置や機能が搭載されている。日本に導入されているメーカーを挙げる。ありがとうございます。